江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、まあ小ネタっちゃ小ネタなんですけど、相星駐韓日本大使強制徴用問題一度に解決できるかもしれないというちょっとなんかはっていうね、意味深なことを言ってるんですよ。まあ実際にこれが一番意味深な言葉なんですけど、ちょっとね、前と後ろどんな流れで言ってるのかというところも含めて記事の方のみなんですけどもご紹介したいと思います。じゃあくーちゃんお願いします。相星幸一駐韓日本大使は今日15日強制動員被害者賠償問題の解決策作り作業について両国本国が誠実に協議していると聞いているとし、いい結果が出ることを期待すると述べた。相星大使は今日山州西海里裏地で開かれた最終フォーラム未来志向的韓日関係特別セッションに参加した後、記者たちと質疑応答を交わしました。相星大使は今回の協議で強制動員被害者問題が解決できるかを尋ねると、解決をするということがどんな意味なのかと問い返し、問題がたくさんある、訴訟がたくさんあるので一度に解決できるかもしれないと慎重に答えました。どこ情報、日程強制動員問題と関連して現在3件の訴訟が渓谷最高裁で賠償を確定する判決を受け、最高裁渓流9件をはじめとする67件の訴訟が進行中です。相星大使は日本企業が強制動員被害者賠償や謝罪に参加できるかについては細部内容については申し上げる言葉がないとして返事を避けました。外交部は7月から強制動員被害者賠償判決をめぐる韓日葛藤の解決策を探るため計4回にわたって官民協議会を開き、専門家の意見などを収集したのに続き、さらに拡張された形の追加意見修練過程を経ると明らかにした状態です。特別セッションに参加した武田良太比系議員連盟幹事長は、韓日は多様な問題を抱えているとしながらも、互いに一歩ずつ譲歩しながら努力すれば解決できる問題だと思うと述べた。武田幹事長は、日本の立場からも北東アジアの平和安定を構築するために重要な役割を果たさなければならないとし、韓米日3国連帯の輪を構築し、北東アジアの平和安定を引き出すために相互努力しなければならないと考えると明らかにした。続けて、政治的懸案が民間交流の足かせになることは避けなければならないとして、キム・デジュン大渕宣言があった時にも取るのではなく、それよりはるかに友好を深める時期を作らなければならないと強調しました。基調演説を引き受けた高麗大学校のチェ・サンヨン名誉教授は、過去をいくら精察しても歴史的争点が出てくるだろうとし、歴史的争点が出てきてもこれをいくらでも平和的に管理できる力量が韓日両国にあるのではないかと考えると話しました。新しく日韓議連の幹事長になった武田さんもまたすごいね。まあいいや、今回記事のみなんでね、まず最初の相星さんの件ですね。まあ一度に解決できるかもしれないという言葉がね、どういう意味なのかっていうのをね、まあこの人の判断ではないと思うんですよ。この人がどっかから聞いた情報として何かそういう動きがあるんでしょうね、と思ったの。一度に解決できるかもしれないことを両国本国が誠実に協議しているっていう流れでしょ、要は。まあどこソースか知りませんけどね、大使レベルのソースなんでしょうけど、というね。まあ、こっからなんかね、いろいろ想像はできると思うんでね。まあ、これ以上ね、なんか、あんまり勝手な想像は しない方がいいかなと思う。まあ、できるんですけど。なんかいろいろできますよね。あと、何ですか。この、武田さんの方はね、お互いに一歩ずつ譲歩って、日本が譲歩するやつなんかまるでないと思うんですけど、これはもうあれだね。川村さんと、また川村さんに匹敵する、やばそうな感じだね。私あんまり武田さんのことよく知らないんだけど。いや、譲歩する余地はない。あると思ってんのかね。
ないんですが、皆さんはどう思いますでしょうか。じゃあですね、こちらに対してチャットの反応いきましょう。ちょっといろいろね、まあ武田さんの件はこういうやつなんだなっていうのはよくわかった。うん、ただちょっと相星さんの件はね、我々が知らない何かをなんかこう案に示してんのかなみたいな、まだリリースされてない話がね。はっきりしなさい大使なんだから、余計なこと言うんじゃない、はい、すれば一度に解決断交。あ、逮捕し簡単だよ、断交すれば解決。あ、アイボスさん何、断交すれば一発で解決するって言ってんの。あ、そんならいいよ国際社会で全ての事実を公表することか。あ、現金化すればいいよ日本が変な要求決定、警告政府が国民に向けて謝罪すれば問題なし。アイホシさん、断交を決めてくれました。個人的な感想かな。大使が個人的な感想を 言わないんじゃねえの。それってあなたの感想ですよね。問答無用で制裁すれば一発で終わりますよ、案件もそちらの国そのものも。解決作業の解決できると、もう数年間蕎麦屋の出前状態ですが、かっこ笑い。解決済みの問題は解決できないのでは、かっこ笑い。日本語通じますか、かっこ笑い。ああ、そんなことは言ってない案件か。ああ、この記事自体が、はっきり減塩ような大使なんてやめちまえ。なぜ互いに譲歩する必要があるのか。間違っても日本からの譲歩はありませんが、また中途半端なこと言って問題を大きくする。なんかね、意味深だよね、この言葉はね、うん、こちらが譲歩する言われはないんですが。あ、武田の方ね、武田さんね、宿題やってこないのに解決するわけないじゃん。お前らにはそのような器量はないけどな。何を解決するとか語るのはいいけど、まずは条約守ることからだ。いくらもらったん？もらったよね？もらってるんでしょ？出しなさい。100歩譲って解決できたとしても何年持ちますか？歴史から学べよ。ねえ、ジャンプしてごらん。ハニトラか？何してもらったんだ？ツボソース。ツボ買ってる。解決も何もそもそも問題ですらないのだが、はい、日経基本条約と請求権協定の破棄で解決武田さんもツボか黒星に改名か武田は NHK 利権を守る無能の典型議員。日本人の方、コンコンと説明して差し上げて、日本人なら理解できると思うから。ああ、あちら民にキャトルミューティレーションされて脳がメロンパンに交換されちゃったかな、大使さん、かっこ笑い。はい、ということでね、それではね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。